はいどんパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は裏列がディフェンダー獲得へ岩波の挙手考察と。 いうこととあと、大分がセンターバック補強、そしてブラジル人ディフェンダー獲得へというところでございますね。で、長崎はあのバウド選手、えー、清水エスパルスからバウド選手の、えー、獲得、およびセンターバック、まあ、あの今津選手の、えー、獲得の発表もあったんで、その話はていうとます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、ウラレッツがどうも、でね、オランダ代表ディフェンダーの 獲得に動いているというところで、まあ、岩波がじゃあどうなのか問題について改めて考察の方をやっていこうと思ってますけれどもね、で大分、ね、センターバック大丈夫かというところで、うん、ございましたけれども、まあ、センターバックこれ補強に成功したんで、おそらくこれ来シーズン3バックの、えー、左をやるんじゃないかという選手でございますけど、さあ、えー、今回九州勢とか、えー、ウラレッツの話題が豊富でございますけれども、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと。ということで、こちらメインチャンネルですね、メインチャンネルの方では J リーが裏列 九州勢を中心として動画を作っておりまして、えー、これからの季節はこんな感じで、まあ、J リーグ全般の話とか、えー、来シーズンに向けた話とかいろいろやっていこうと思ってますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということでやっていきましょう。まずこちら。 えー、ウラレッツがどうもオランダ代表ブリントの獲得をこれ、えー、目指していたという話が入ってきましたんで、まあ、なんかウラレッツ移籍の噂もあったんですけれども破断というところでこれがちょっとんどうなんだろうという話でございますけれども、えー、まずこのブリント選手でございますけれどもオランダの名門アヤックスに所属をしている現役のオランダ代表のディフェンダーになってきますで、えー、代表として今年のワールドカップには全試合スタメンで起用されておりました、まあ左のウィングバックとか やっていたブリント選手でございます多分この人ね、お父さんもオランダ代表の選手だったんじゃないかって記憶をしておりますけれども、またマンチェスターユナイテッドとかにいた選手でございますけれどもね、で、アメリカ戦では1ゴール1アシストの活躍を見せておりますね、で、まあ、現状このブリント選手はアヤックスと契約を解除している状況というところで、まあ、アントワープですね、三好選手が今いるんですかね、ベルギーアントワー,ワープか、もしくは久保選手がいるソシエダ。 レアル・ソシエダの方に移籍をするんじゃないかもしくは裏ツじゃないかという話がありましたが、まあ、どうも裏ツではないんじゃないか、まあ、他のクラブの方に行くんじゃないかという話がございますのでちょっと分かりませんがちょっと可能性としては低いんですかねしかし裏ツで言うと21年の10月にもオファーをしていてしかもそれはサイン直前要は契約直前までこぎつけていたという話でございますので、まあ、21年10月というと、まあ、1年以上前には なってきますんで、今年の話ではないんですけどもね、というのがあるんで、そこをね、原因は分かんないんだけども、えー、どうもね、これね、契約の際に直前で肌になったという話があるようでございますね。まあ、だから今回もウラレッツオファーをしたんだけど、まあ、可能性は低いんじゃないかって報道ではございますけど、ちょっと今後の動きとしては、えー、注目する選手にはなってきますよね。で、まあ、これによってウラレッツがセンターバックの獲得を目指していることは分かったというところになってきます。なんかこれ北欧の方から またセンターバック1枚取っていくんじゃないかっていう話もありましたけども今回ブリントというところで結構ね現役のオランダ代表、まあ、年齢的には32位だったかな、えー、ぐらいの選手なんで、まあ、年齢的にはあれですけどもねしかしまあやっぱりこう大物の獲得にお金を使っていこうみたいな動きをウラレッズも見せ始めておりますけどもねで岩波選手の移籍に関してはこれはだからまあ実際に起こりうるんだろうなっていう感じがしておりますがまあ 多分今のところね、岩波選手の移籍の発表とか去就に関して公式なものはなくて報道で一旦出ただけなんですよね。で、なんであの後、まあと、谷口選手に関してはその後、えー、続報があったんですけれども、まあ、岩波選手はじゃあなぜ、えー、続報が出ないのかということを、うん、考,考えたんですけどね、考えたところ、やっぱり代役の確保ができないと放出はないのかもし、えー、れませんね。これが谷口選手みたいに、 岩波選手もこの契約満了による対談であれば、もうさっさこれは行ってしまう可能性もえゼロではないんだけども、やっぱこう実は契約年数、契約年数が残っていて、やっぱり来シーズンに関しては、浦和レッズがその権利を持っているこのえ岩波選手の去就に関して浦和レッズがボールは握っている状況で、これが岩波の意思とは関係なくなるか、ちょっと分かりませんけどね。ういうのがあるんで、もしかしたらこれ、岩波選手、放出はいい。 あれば、那浪選手は放出してもいいんだけど、その代わり代役を、えー、確保した場合のみ、まあ、放出 OK とか、そういう感じなのかもし、えー、れません。これに関しては、えー、僕の完全な憶測,憶測でございますんで、まあ分かりませんよ、これ。本当分かんないんですけども、まあ そういうことがあるんで、もしね、岩波選手の代役の、えー、確保に成功すれば、岩波選手は、えー、移籍、そしてもしこの代役、えー、確保に失敗した場合は、まあ、残留みたいなことかも、えー、知れません。これに関してはまあ完全な僕の憶測でございますし、まあ、契約年数の話もあるんで、これは何とも言えるところになってきますが、僕の、まあ、勝手な予想ですけどね、本当、岩波選手の移籍に関しては、まあ、代役ディフェンダー、センターバックの、えー、確保ができたのみということかもしれませんけどもね。まあ今後の 動きについてもちょっとね注目してみていこうと思ってますけどもねはい そして、えー、次こちら。大、え、分、ー、ディフェンダー獲得というところで、ブラジル人ディフェンダー、デルラン選手ですね。なんか、しっかり走ってくれそうな、えー、名前でございますけれどもね。えー、デルランがそこにデルランって、ね、こう出てきて走るみたいな、えー、やめましょうか、この話はね。えー、この話やめましょうということでございます。まあ、187センチの左利きのセンターバック、まあ、ディフェンダーというところでございますね。でかいですね、しかしね。で本人曰くビルドアップも得意そうというところですね。なんかこう、大分の公式の、えー、サイトのインタビューじゃないけど コメントのところで自分は攻撃を組み立てる、そんなところもできる、得意だよっていう話をしていたんで、おそらくビルドアップ能力が高い選手っていうところになってきます。まあ、自称でございますけれどもね。ち、えー、いうのは、ね、あるんで、大分からしたらそういう選手は必要になってきますね。しっかり後ろから繋いでいこうっていうサッカーをしますんで、こういうビルドアップ型のセンターバック、しかも左利きなんで、これ相当でかいですね。で,まあ、でかいってややこしいな。1 8 7ンチ中、高さの話をした後にも、この選手の獲得はでかいって 本当にややこしい言葉にはなってしまいますけれどもね。えー、っていうのありますんで、まあ、ミサオ選手の後継者は、まあ、このデルラン選手で獲得じゃないかという感じがいい人いますけれどもね。でまあ、だから来シーズンに関しては、左からデルラン、ペレーラ、アンドみたいな、えー、並びになるんじゃないですかね。まあ、スリーバック相当でかいですね、これ。ねデルランが1 8 7ンチで、えー、ペレーラ選手、アンド選手も高さがある選手になってきますんで、まあ、これクロスボールとか、まあ、ハイボールに関してはそんじゃそこらまあ、うん、高さ じゃあ、えー、競り負けない感じがしてますけれどもね。で まあこれに加えてね羽田選手もいますんで、相当でかい大分の平均身長がぐっと上がった感じもしますけれどもね、まあ、だから本後ろですね、まあ、しっかりディフェンダーのところは計算できるというようになったのは相当大きいですね、本当に非常に大きい、まあ、大きいという言い方がややこしいんですけれどもね、まあ、ちなみにあるんで、やっぱり後ろがしっかりしていないと勝ち点はなかなかね計算できないというのはあります、まあ、やっぱりこうね最悪この試合は勝ち点1でも OK みたいな試合をねこうディフェンダーがなかなか活躍できないと失点してしまう。 て最悪の、えー、勝ち点ゼロみたいな感じの試合も増えてしまうと思うんで、まあ、やっぱ後ろ、まあ、サッカーってなんだかんで、僕は後ろがやっぱりねしっかり計算できる戦力はいないと上にはいけないなっていうのなんか最近、特に、えー、感じるようになってきて、ね、そういう意味ではこう、ね、このデルラ選手の、えー、獲得というのは相当、これは大、ね、分にとってプラスに働くんじゃないかという感じがしておりますので、ちょっと今後注目してこの選手、まあ、どんなプレーを見せるか見ていこうと思ってますけどもね。はい そして広島、えー、今津選手が長崎へというところで、まあ、これ長崎へってクエスチョンマークになっていますけれどもこれは正式発表ありましたね、まあえー、正式発表あったんでこの表を作っている時はまだ、えー、噂程度だったので、はてなにしてますけれども、えー、中国新聞が報道しておりましたで、今津選手に関しては僕大好きな選手です、あのーね、この選手、攻撃的な選手で、ね、1 8 4ンチ8 0キロなんですけれども、本当推進力がある選手です。まあ、センターババッッククととししてて使使ううのかかサイドバックとして使うか わかりませんが何にせよ、今シーズンに関しては、えー、広島で5試合にしか出番がありませんでしたね。で、えー、20年、しかし甲府 J2 時代は36試合に出番があって、確か、ウラレッツとの天皇杯でゴールを決めていたんじゃないですかね、多分天皇杯か何かの試合でこう、ウラレッツの試合で活躍をしたイメージがあって、それで覚えてはいるんですけれどもね、まあ、この今津選手でございます、まあ、184センチ、80キロ、本当、身長、体重のバランスは理想的ですね、本当、僕は毎回言ってますけど、 もう特にディフェンダーこれ体重も大事と話してざいますけれどもねでさっきも言った通りこの選手はディフェンス能力も高いんですけれども攻撃参加も持ち味の選手になってきますんで,で広島時代も右サイドバックを経験をしておりますだから3バックで言うと右の選手にはなってきますし4バックであればサイドバックとかセンターバックのところになっていくると思いますけれども、まあ、どういう使い方されるかですけれどもね、まあ、だから本当に補強として面白いし楽しみな補強になってきましたけれどもね。はい そして最後、えー、長崎そうバウド、えー、最後バウド獲得発表というところで、今シーズンに関しては怪我もあって、えー、8試合にしか出番がありませんでした、このバウド選手でございますけれども、しかし J1 での実績は十分というところで、まあ、来日1年目20年ですね、20年は29試合で4ゴール上挙げる活躍を見せておりますね、で21年は32試合で2ゴール、浦和レッズ戦で毎回ゴールを決めているイメージが僕は、どうしてもこのバウド選手でございますけれどもね、まあ、しかしね、なんか噂ではやっぱり J1、ね、での経験があるディフェンダー獲得に動いているみたいな話が、ね、ありましたけれども、それがまあバウドというところになってきますけれども、まあ、1 8 3センチなんでセンターバックとしてはまあ標準的な高さかなって感じでございます、まあ、特別高さがあるわけじゃないんですけれども、跳躍力もこの選手、あるんで、まあ、実際1 8 3センチだけど、まあ、競り合いは強い選手になってきますね。で、まあ、この選手、なんといっても売りはやっぱシュートブロックなんですね。確か年、ね、年も21年もシュートブロックの本数 は上位だった感じがしますなんか僕の、えー、記憶違いだったら申し訳ないんですけれどね、このバード選手、シュートブロックの回数が、えー、確か J1 でも上位に入っていた年があった、それがたぶん20年だったかな、それぐらいね、こうしっかり最後まで、えー、カードを張ることができますし、読みもだから鋭い選手にはなってきますんで、このバード選手に関しては、まあ、しっかりね、最後までハードワークできる選手にもなってきますんで、本当注目というか、本当素晴らしい選手の、えー、獲得に成功しましたね。相当多分年報も、えー高い と思うんですけれどいやこのクラスの選手を長崎がね,これね、えー、獲得成功したというところで、まあ、江川選手の移籍、えー、の発表もあったんですけれども、まあ、それと引き換えにじゃないけれども、まあ、バウズ選手として今津選手の、えー、獲得に成功したんでセンターバックとはとりあえず、えー、枚数も揃いましたしこれ十分な感じがします後ろは本当にガチガチになってきましたね、まあ、単純な守備能力でいうと、えー、高いレベルの選手が揃ったんじゃないですかねということで本当今年に関しては長崎は守備が、えー、後半戦を 崩壊してしまったんででそこをですねしっかり、えー、守備のとこ補強を成功したのでこれは結構長崎もいい補強できるんじゃないですかね。はい、という分が以上になりますね。以上パラプンテジェルサッカーチャンネルのつつんでしたよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さな